皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう1990年代の北朝鮮者は吸い込まれるように平ョンヤンホテルに滑り込んだ2人の監視員に両脇を固められ十数メートル先のホテル玄関に向かった 中央階段を上り、2階の奥へと連行される。1分足らずの間に、様々な思いが頭を駆け巡った。まず、殺されるかもしれないと思いました。殺されるにしてもどう殺あなたの行動に不審な点があります。それが拘束した理由です。一人の調査官が流暢な、日本語で尋問の口火を切った。拘束の理由は、スパイ容疑だった。 杉島氏は包丁の都度内閣情報調査室と公安調査長に呼ばれ北朝鮮の情報を提供していた。報酬をもらっていたわけでもなく全員の情報提供。それが北朝鮮側に筒抜けだったんです。北朝鮮の調査官はお前が提供した写真、ビデオ、資料はすべてこちらに送られてきて保管場所に困っているくらいだと言いました。はったりだと思ったが、 チェックを入れたら、本当でした。私はスパッと言われるような情報提供はしていません。北朝鮮では旅行者コースを案内人に連れられて、回っただけです。杉島氏は、自分の発言が日本に不利になっては困ると思い、一旦は、自殺を決意するも、未遂に、それからは、自白に応じることにした。拘束されてから解放されるまで、杉島氏は6箇所を点々とする。それは、以下の通りだ。 1999年12月29日から2000年11月19日、3、平壌市内の招待所、平屋建一軒家。2000年11月19日から2001年8月16日、4、平壌市内の高層団地1階の一室、2001年8月16、日同年12月11日、5、再び、3、え、 2001年12月11日から2002年2月6日。6. 羊角島国際ホテル43階27号室。2002年2月6日。同年2月12日いずれも食事は3食きちんと出され。当初はそれなりの扱いを受けたが、以後、環境は劣化してゆく。ただし、最後の羊角島国際ホテルは最高のデラックスホテルだった。公開処刑の重殺か。 拷問死か、薬物供与による病死扱いか、罪状は何か、殺される場合、先方は人道主義的待遇だと盛んに語っていた。どんなメッセージを死の直前に発しようか、関連記事、韓国から半導体流出背後に北朝鮮だけでなく、中国も元日本経済新聞記者の杉島隆氏、80、学校振り返る、大学2年の時に、 60年安保を迎えたが、当時、流星だった、社会主義に移行するのは人類にとって、歴史的必然というマルクス経済学者たちの、論人に疑問を持っていた。日経新聞に入社後も、産業界を取材しながら、社会主義諸国の経済発展などをウォッチしていた。さらに、実地調査すべく、中国、旧ソ連、ベトナム、旧東ドイツを訪問、そして、 北朝鮮にも1986年、1987年、1991年、1999年8月と11月の、計護会訪問している。5回目の包丁の帰国直前、平壌で拘束される、拘束された時の行動を連れて行かれた部屋、平壌ホテル32号室には、畳1畳ほどの長方形の木製テールがあり、挟むようにソファが置かれていた。後に、 情報機関トップに昇格する50代後半の幹部先生、インテリ風の50歳近い男、40代半ばの通訳県調査官の3人による尋問が始まる。